川崎市中原区にあるエポック中原で2月4日第21回川崎ハーモニカ音楽祭が開催されました。ハーモニカ大好き人間集まれのキャッチフレーズのもと、初心者からトッププレイヤーまでが参加する音楽祭です。生涯学習の一環として長年ハーモニカの演奏に取り組んでいる人たちの発表の場にもなっています。いろんな種類があるんですよね、一口にハーモニカって言いますけども、音を出す原理を言ってるみたいなもんで、その原理に従うもんがみんなハーモニカですから、表現力があるんですね。その表現力がやっぱり魅力で始める方が多いですね。川崎がハーモニカの発信地だというふうなことで、その輪が広がってったら嬉しいですね。一部と二部に分かれて行われた演奏会には18の団体が参加。さまざまな種類のハーモニカによる合奏や、独特の美しい音色を持つ複音ハーモニカによる独奏など、演奏者はハーモニカ一本で観客を魅了していました。私もハーモニカ教室に通ってるんですけど、吹き慣れた曲が結構多かったので楽しく聴けました。演奏者の一音一音素晴らしかったです。コロナの中でこんなに楽しい瞬間が持てたのは幸せです。ありがとうございました。